こんにちは、デリッシュキッチンです。マルコメの提供で麹甘酒蒸しパンのご紹介です。いちご 150g はヘタを取り、2センチ角に切ります。鍋にいちごを入れ、マルコメ、米麹から作った麹甘酒の素 100ml を入れ、熱して焦げないように混ぜます。とろみがつくまで6、7分中火で煮詰めて冷まします。ボウルに卵1個、マルコメ、米麹から作った麹甘酒の素 150ml を加え、よく混ぜます。ホットケーキミックス 150g を加えて混ぜましょう。半量に分けて別のボウルに入れ、いちごジャム 20g を加えて混ぜ合わせます。フライパンにクッキングペーパーを3枚重ねて敷き、シリコンカップを並べます。カップ4つに蒸しパン生地を大さじ2ずつ入れ、他の4つにいちご蒸しパン生地を大さじ2ずつ入れます。いちごジャムを等分にして中央に入れ、残りの蒸しパン生地を等分にして入れ、同様に残りのいちご蒸しパン生地も入れます。高さ 1.5 センチ程度まで水を入れ、蓋をして中火で熱しましょう。沸騰したら弱火にして15分蒸します。取り出して粗熱を取ったら完成です。用途で選べる3サイズ、料理に便利な濃厚タイプもあります。麹甘酒で冷めてもしっとりふわふわ、ぜひお試しください。